ヤンキースファン、蛮行。物議を醸しているのは、現地時間10月26日にドジャースが本拠地でヤンキースを迎え撃ったワールドシリーズ第2戦での一幕だ。この試合でドジャースは、先発した山本由伸の好投もあって4対2と快勝。見事な連勝でシリーズを先行した一方で、不安も抱えることになった。7回に四球で出塁した大谷が2盗を敢行した際に左肩を脱臼。そのままダグアウトに戻り、戦線離脱の可能性も浮上したのだ。問題視されているのは、ニューヨークで行われたパブリックビューイングで試合を観戦していたヤンキースファンの行動だ。首都ワシントンを拠点に置く名ウェブサイト、ザ・デイリー・カラーが紹介した動画では、苦悶の表情を浮かべてトレーナーに支えられて下がる大谷にヤンキースのユニフォームを着たファンたちがブーイング。さらに中指を立てる者も現れたというのだ。精密検査を必要とする重傷を負った選手をけなす行為に、ザ・デイリー・カラーは愕然。ヤンキースファンが大谷の怪我を祝う動画が拡散された。その中には中指を立てる人間もいる。これがニューヨーカーかと皮肉混じりに伝え、感化できない愚行を断罪した。一体ニューヨークのファンたちに、これ以上何を期待できるというのだろうか？これが卑劣な行為でないとするならなんだ。もう一度聞こう、ヤンキースファンに何を期待するんだ？一部ではあるが、ヤンキースファンが見せた一連の蛮行は波紋を広げそうだ。そうですよ、熱狂的なんですね。逆に言えば日本人は、おもてなしすぎて、お人よし。球団は老舗だし、選手は紳士的です。両軍正々堂々の試合を希望します。脱臼は癖になると怖いから心配ですが、救いは右腕ではなかったことですね。こういうトラブルは余計に反骨心を煽るだけで、ブーイングに強くなるんじゃないの？四タコでニューヨーカーを黙らせてやりましょう。でも、そうしたらジャッジとか袋にされるからな、ジャッジも好きなんよ。もしも、ヤンキースのジャッジが同じことになれば、ドジャースファンは心配してくれるだろうに。いや、ヤンキースファンなんて昔からこんなもんでしょ。もし、サブウェイシリーズが実現していたら、もっとひどかったのかもね。ヤンキースが日本人選手から避けられる理由。こうなったら全勝しかない。まあ、かわいそうだから、一つくらいは譲ってあげてもいいけど。自分自身にスポーツ選手経験が全くなく、一応エリートになった人に、その手が多い。まあ、対決を面白くするためには、このような反応も少しくらい必要だ。